しばしのお別れでござんす。ホーリーさん、気持ちよさそうなとこ申し訳ないんですけど。マリアちゃん、この格好なんですか？板橋着いた途端着替えさせられたんですけど。何ですか笑って。さあマリアちゃん、今日は板橋に来てますけれども、はい、ちょうど石神井川っていう川が流れててね、はい、ここね桜の時期来るとまためちゃくちゃいいんだよ。私とマリアちゃんが訪れたのは板橋区にある、その名も板橋。実はこの場所、春になるととっても綺麗な桜の名所として有名。この場所に江戸とつながる手がかりがあるのですが、これじゃないですか。日本橋二里25丁33軒。はい、そうなんですよ。日本橋からここまでどのぐらいなのかっていう距離が書いてありますね。はい、いまいちピンときていないマリアちゃんにさらにヒントを。こちらをご覧ください。じゃん、こんな感じだったんです、江戸時代。お、これって大名行列っていうやつですか？そう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 、すごい。もうずっと続いてますね。このように大名行列で街道を通り参勤交代が行われていたんですが、そもそも参勤交代ってマリアちゃん分かりますよね？なんか江戸に出張行くみたいな。まあ、大まかに言うとそういうことです。こちらの絵はちょうどこの板橋周辺で大名行列がなされていた様子を描いたもの。ということは江戸時代街道だった場所なんですよ。あ、街道だったんですね。はい、板橋は江戸時代の主要街道の一つ、中山道の第一の宿場町だったんです。本当だ、江戸に一番近い宿場町だったんですね。地方から江戸にやってくる人だったりとか、江戸から地方に出かけていく人なんかがここで宿泊をしたり身なりを整えたり、すごく賑やかな町だったんですよ。その痕跡感じられる場所が残ってるので、はい、今日は我々当時の旅人気分になってですね、この板橋宿を巡っていきたいと思います。行きましょう行きましょう、旅でござんす。いざ参る。ということで今回は江戸時代の痕跡を探しに板橋旧中山道を旅します。最初にやってきたのはこちら、板橋区立郷土資料館。こちらでは旧石器時代から近代まで板橋の歴史的資料が数多く展示されています。学芸員の篠辺さんにお話を伺いました。こちらのですね、江戸名所図絵をご覧いただきたいんですけれども、はい、多くの人でにぎわっているのがご覧いただけると思います。この石神井川に架かっている橋が板橋の由来になったというふうに書かれております。あれ、ホーリーさん、はい、この橋ってさっき私たちが最初に行った橋ですか？そうなんですよ、マリアちゃん、はい、ロケ最初に始めたところに橋かかってましたけども、はい、もちろんね、現在の橋とは違うんだけれども、うん、あれが地名の由来になってる場所ということだったんだよね。そうだったんですね。そうなんです。めっちゃ人歩いてますね、はい、この多くの旅人はこの板橋宿を利用しておりまして、家族や友人たちからですね、ここで見送りや出迎えをしてもらっていて、旅の無事を祈るっていうような形の祝宴を開いておりました。さらに江戸時代の板橋の様子がよくわかるものがこちら。こちらがですね、江戸時代の板橋宿の様子が描かれた絵図になります。で、大きく3分割されてまして、江戸に近い方から平尾宿で中宿上宿となっております。板橋宿には400軒以上の家屋があり、旅籠や居酒屋、上湯、湯屋などまさに中山道の江戸の玄関口として栄えていたんです。めっちゃ栄えてますね。そうですね、栄えておりましたね。
中山道を通ったとされる大名はなんと41家。そのほとんどが板橋宿の本陣や脇本陣に宿泊していました。もう名だたる大名がここを通って江戸にやってきたんですね。続いて私たちがやってきたのはホーリーさん、はい、結構歩いてきましたけど、そうなんですよ。次はどこですか？いや先ほどまでね、はい、中山道の宿場町、板橋宿どんなところだったのかっていうことを学びましたけど、はい、実は宿場に宿泊しなかった大名というのも。宿泊しなかった？はい、ここね公園なんだけれども、うん、ちょっとあちらをご覧ください。マリアちゃん、はい、加賀公園。はい、はい、加賀といえば石川県ですか？あー、すぐ加賀で石川が出てくる、はい、そうなんです、はい、加賀藩の前田家のお屋敷が実はここにあったよということで。ここにお屋敷があったんですか？そうなの。加賀藩を仕切っていた前田家は加賀百万石と言われるほど多くの石高を有していました。そこで幕府から広大な土地を与えられ、板橋宿には泊まらずお屋敷を建てて休憩していたんです。さらに園内にはこんなものまで。当時のお庭の様子がすごい広大な敷地の一つの町みたいな感じですね。本当そうだよね。ちなみに、うんうん、その大名はどこに泊まってたんですか？あ、それはね、実はここが御殿になってますね。あ、なんか意外と端っこにあるんですねこんだけ広いのになんかそうなんですよ。なんか中に島みたいなのありません？あ、そうなんですよ。いいところね、気がついてくれた。大きな池があって、はい、その中にね、中島という人工の山なんかも作ってるんですね。すごい。ここでスタジオの朝比奈さんにクイズです。こちらの加賀藩下屋敷の敷地はある名所と同じ様式で設計されました。そのある名所とは一体何でしょう？ヒントは金沢のとある名所です。さあ10秒で答えてください。なんだっけ、いけるぞ、あやちゃん。行きますよね、これ。あ、行きますよね。おうおうおう、どこで、なんだっけ、6軒みたいな。さあ、頑張れ頑張れ。いけるぞ。兼六園。正解は、兼六園でした。そうなんです。いや、ちょっとぽいなとは思いました。これ見て、いや、なんかちょっとぽいと思った。兼六園、はい、で6つの美しい景色を兼ねているあの名園ですけれども、はい、まあ、そちらをね、模して作ったという場所なんですよね。池の周りを歩くことで様々な景色を楽しめる作りを池泉回遊式庭園といい、兼六園と同様の作りになってるんです。実際はこういうお屋敷もあれば池なんかもあったりとか、山があったり畑があったりね。本当だ、畑ありますね。そうなんです。下屋敷っていうのはちょっと江戸から離れた場所にあるから、もう大名にとっては別荘のような。なるほど、もう別荘だったんですね。そういうイメージもしょう。山あるし、これいらないですもんね普通の家に山なんてそうそうここでちょっと一息、小町ランチ。今回の小町ランチは板橋区旧中山道にある板子米店。築100年、瓦屋根で雰囲気ある家屋は板橋区の有形文化財に指定されています。そんなお店で食べられるのがおにぎりとお弁当がいっぱいですね。いや、そうなんですよ。おいしそう。ここね、お水火屋さんなんですよね。何がいい？何がいい？悩むな。何がいい？明太子。あ、そう。はい。明太子が好き。はい。ホーリーさん何好きですか？筋子。卵同士ですね。本当だ。魚卵好き。板橋とおむすびって何か関係あるんですか？これお店の目の前が旧中山道ですから、はい、街道を行く旅人たち、お昼ご飯何食べるって言ったら大体おむすびなんですよ。やっぱり日本人といえばおむすびですもんね。そう、宿でね、持たせてもらったおむすびなんかをいただくっていうのがね、本当に定番だったし、あと板橋といえば、はい、江戸時代からお米めっちゃ作ってたんです。へー。
当時板橋は水が豊かな土地だったことからお米作りが盛んだったんです。じゃあいただきましょうか。これを一つ手に取って、はい、旅を続けていこうじゃありませんか。はい、ということでマリアちゃんとの旅はまだまだ続きます。おー、マリアちゃん、はい、あちらをご覧になって、はい、もう立派な木、何か雰囲気感じませんか。なんか力強いオーラを感じますね。オーラ感じてる、はい、志村一里塚って書いてますね。そうなんですよ。これは当時街道を旅する人たちにとってめちゃくちゃ重要なポイントだったんです。この木が重要なんですか。そう。なぜこの一里塚が旅人にとって重要なポイントになっているのかというと、どのぐらい自分が歩いたかなってわからないじゃないですか、うん、その40キロガーって歩いちゃうと、はい、だからもうそれじゃあ大変だろうということで、一里4キロごとにこういった塚、はい、そして目印になる木を植えて、まあ、この道の挟んで両側に作って、はい、旅人の人たちが、あ、今自分はどのぐらい歩いたのかなっていうことがわかるようにしてたんですよ。なるほど。あ、じゃあ江戸までの道しるべみたいな感じでこの一里塚がこう並んでたんですか。そういうこと。ほら、本当だ、そのまんま残ってるんですね。いや、実はこれってめちゃくちゃ貴重で、はいはい、やっぱり明治時代になってそういった道路の整備の方針っていうのが変わったので、はい、こういった一里塚ってどんどん崩されていってしまったのね。なので都内で残ってるのって2箇所なんですよ。2箇所だけ。2箇所通りでこう力強い立派なオーラを感じるわけですね。ちょっと私も疲れてきたんでここで休憩して。いや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 、ちょマリアちゃん、マリアちゃん、はい、我々は旅人気分にならなきゃいけませんから、まだまだ我々の旅続きます。もう十分旅人気分ですよ。いやいやいや、もうちょっと旅しましょうよ。いや、実はですね、はい、もう一個紹介したい木がございますので。また木ですか。はい、木をご紹介したいと思います、はい。ということで続いてのスポットは、次はですね、さっきは、はい、旅人にとってありがたい木を見たじゃないですか、うんうんうん、続きましてはですね、はい、ちょっと旅人にとっては厄介な木。厄介な木。厄介な木があったんです。そんな木あるんですか。それがこちら、縁切れの木。はい、そういえばさっきからちょっと嫌な雰囲気感じてたんです。いやいやいや、縁切りえのきがなぜ厄介かというと、かつてこの場所にはえのきと月の木が植えてあり、語呂合わせで縁月となることから縁起の悪い場所と考えられていたんです。実はね、マリアちゃん、はい、この目の前の中山道という道って、うん、京都のお姫様が江戸にお越し入れされる時に通るような道だったんですね、うんうん、なので、はい、姫街道なんていうふうにも言われていたんだけど、はい、そんな姫街道の途中に縁切りえのきあったらどう思いますか、マリアちゃん。いや、困りますね。困りますよね。困ります。お嫁入りの時に縁起悪いの絶対ダメじゃん、はい、ダメですね。幕末には14代将軍徳川家茂へ嫁ぐ皇女和宮一行も迂回したという記録も残っているほど、縁切りえのきは厄介な存在でした。しかし明治時代になると縁切りえのきにまつわる新しい考え方が広まっていきました。それが、縁が切れるというのは新しい縁を呼んでくれる、はい、良縁を呼んでくれる場所なんじゃないかっていうポジティブな方向に考えるようになりまして、まあ、現在ではその良縁っていうものを求めてこちらにいらっしゃる方もたくさんいらっしゃるということなんです。結構真反対な、そう、いい意味になったんですね。だいぶ考え方変わりました。なるほど。なんか通りでこう中入ってから、はい、そこまで悪い気分しないなって思ってたんですよ。すごい情報に左右されるじゃん、はい、こうやってみんなエマを使って願掛けをしてますから、はい、私たちもちょっとエマを書きましょう。書きましょうか、はい、2人が切りたい縁とは、そしてエマに書いた願いとは。さて、マリアちゃんは何と縁を切りたかったんでしょうか。はい、ぐーたらマリアと縁切ります、脱ひもの女です。かわいい、は
ぐうたらなんだマリアちゃんは。そうなんです、もうあの自粛生活を言い訳にもう仕事がなかったらただひたすらひたすらぐうたらしてます。そうか、縁を切りたい。そうなんです。ホーリーさんなんて書いたんですか。私はねこれです。いやいや笑いすぎでしょ。ちょっといやついにレギュラー陣唯一の独身枠になってしまいまして縁切りたいなって思ってます。頑張ってください。板橋に今も残る江戸時代のにぎわいや旅人の気持ちが感じられる旅でした。